人柄は宮の人にて糸よかるべし。いまめかしく糸なまめきたるさまして、さすがに賢く過ちすまじくなどして、淡い目安からん。さてまた宮遣いにも糸よくたらいたらんかし。形よく老々じき者の公などにもおぼめかしからず、はかばかしくて上の常に願わせたもおん心には他言をまじ、などのたまう景色の見まふしければ、年頃かくて育み聞こえたまいけるおん志を、日がざまにこそ人は申すなれ、かの音どもさようになん思うぶけて、大小のあなたざまの頼りに景色ばみたりけるも、いらえたまいけると聞こえたまえは、うち笑いて、かたがた糸逃げなきことかな。なお宮遣いをも何事をも、御心許して書くなんとおぼされん様にぞ下も従うべき。女は密に従う者にこそあなれ、ついでをたがえて己が心に任せんことはあるまじきことなりとのたもう。人柄は宮の人にて、兵部教の宮のお人として大層結構であろうよ。つまり玉かつらの人柄は兵部教の宮に入るお人として、兵部教の宮にのおそばにいる人として大層ふさわしいだろうよ。いまめかしく糸なまめきたるさまして、こういう面持ってるわけですね。この姫君は現代風で、ね、なまめきたる、大変こう近代的なモダンな様子で、それでいてしっかりとしていて賢く確かな人柄で、過ちすまじくなどして、決して過ちなどしでかしそうにもなくって、淡い目安からん。淡いというのはね、強く取れば夫婦関係、ここではやはりその兵部教の宮と兵部教の宮の妻としてみっともなくはなかろう、ふさわしくなくはなかろうということですね。淡い目安から。さてまた宮遣いにも糸よくたらいたらんかし。さてまた一方で宮遣いをするのにも大層適切な人であろうよ。夕霧が宮遣いに対しては何か否定的なことを言ったわけですが、それに対して源氏はこんなふうに言ってるわけですね。宮遣いをするにしても十分適切であるだろうよ。姿形が
結構で、老老じき者、すべてのことについて大変後者であって、それでいて公事などにもおぼめかしからず、曖昧ではなくって確かであって、公事っていうのは内主の神としての公的な職務について、いい加減ではなく確かであって、テキパキとしていて、はかばかしくてっていうんですね、テキパキとしていて、で上の常に願わせたも御心には多言まじ、大変高く内主の神としての能力を評価しているわけです。帝が常に思っていらっしゃることに対して、決してお心にたごうようなことはあるまいなどとおっしゃる、その源氏の景色というのは、単なるこう表に出た表情とか身振りとかっていうんじゃなくって、もう少しこう内側の心のありようですね、源氏の真意というふうなもの、まあ、そう説くのが大体こう通説ですが、そんなふうにおっしゃる源氏の真意のほど、心の底のところ、それがもう一つ知りたいと思うからして、夕霧が知りたいと思うからしてとこう大体説いていますけれども、ただこのところ折口の説き方では「見まほし」というのがまず、ね、非常にこう好ましい様子、理想的な様子見て、いかにもいいなと思う理想的な様子、それが見まほしいだから、源氏の君がそんなふうにおっしゃるその様子が大層素晴らしい、好ましい様子で、あるつまり夕霧がそういうふうに感じて、父の源氏のこんなふうに順々と説くその様子を見ているのだ、感じているのだ、どうもこっちの方がいいですね。そんなふうに源氏がおっしゃるその源氏の景色、だから源氏の真意をこう もう一つこう夕霧が察したいからと見るよりも、その源氏の様子が実に好ましい様子に夕霧には見える、理想的な様子に感じられるからして、ただまあ次との関係をいくらか考えなければならないわけですが、年頃かくて育み聞こえたまいける御志を、日がざまにこそ人は申すなれ。夕霧が源氏にここのところかなりこう鋭く突っ込んでいくわけです。だから景色というのを源氏の真意というふうに説くのも、そことの関係で、ある妥当感を持ってくるわけですが、源氏の君がこの姫君を年頃こんなふうに大事にかけてお育て養育なすっていらっしゃる、その
お志ですね、深いお気持ち、そうすると前の行の景色というのとこう響き合ってくるわけですが、それを日がざまにこそ人は申すなれ、変なふうに人は言うことだ。例の内大臣の方でもそんなふうに話を引き向けて、それから髭黒の大将があなた様の頼りに、あなた様の頼りというのはあちらさんへの頼りということですが、この場合にはおそらく内大臣の方へやった手紙ということなんでしょう。髭黒の大将が姫君のことについて内大臣の方へよこしたその頼りに、景色ばみけるにも、景色ばんで申し入れをしてきたのに対してもお答えなさった。と申し上げなさると、源氏の君は応用にお笑いになって方々意図を逃げなきことかな。どっちもいずれも真実には遠いことだな。真実とは口がっていることだな。なお宮塚用も何事も御心許して各難とおぼされん様にぞ従うべき。やはり肝心のことは宮塚用につけても他の何事につけても内大臣がその心を許してこんなふうにとお思いになる、そのことに従うべきだろう。女は密に従う者にこそあなれ。三重の説っていうのがね、よく言われますが、三重の三つのものに従う。まだ結婚以前は父に従う。かすれば夫に従う。夫が死ぬというと子に従うというのが、まあ普通言われる三重の義ということですか。あるいはそれと違った仏説の三重の義もあるんだということもありますけれども、ここはその常識的なその三重の父に従い、夫に従い、子に従うという、それでいいでしょうが、女は三つのものに従うということがあることだ。従うということがあるけれども、その順序を取り違えて自分の勝手な心のままに任せることはあってはならないことだとおっしゃる。まあなんかちょっとこう説得にかかっていて、多少こう脇道へそれたような感じがしないこともないわけですが、源氏が夕霧を説得しようとしている感じが出ているところですね。なかなかこの辺りの会話、お互いにこう夕霧はこのところで
少しこう父を問い詰めて言おうとしているわけ、ね、源氏はそれをこう受け流しているわけです。